こんにちは、エリです。今年の土用の丑は7月30日。昔から体調を崩しやすい土用の時期は、うがつくものを食べると夏バテしないと言われていますよね。特にこの時期には精がつくものということで、今回はイオンのうなぎをイオンスタイル松本から紹介します。わー、うなぎがいっぱい、蒲焼きがずらっと並んでますよ。もう見た目から美味しそう。いい色ですね。思わずうなるイオン自慢のうなぎはこちら。トップバリューグリーンアイナチュラルのうなぎは、抗生物質、合成抗菌剤は一切使用せず、大切に育てられています。またうなぎ本来の味を最大限に引き出せるよう、添加物に配慮したこだわりのタレで、ガス火と炭火を使い分けながら丁寧に焼き上げています。わあ、大きい、特大サイズをご用意いただきました。もううなぎがお皿からはみ出しそうですね。こんなに大きなうなぎなかなかないですよね。大満足の特大サイズ、試食させていただきます。ではいただきます。うーん、おいしい。身はふっくら柔らかくて、口の中でふわっとほどけていく食感です。そして皮面がしっかりと焼いてあるので、この香ばしい香りが食欲をそそりますね。タレがまた美味しいですね。旨味の味をすごく引き出してくれていますし、ご飯にも合います。うなぎ屋さんで食べてるみたいですね。美味しいです。イオンこだわりのトップバリューグリーンアイナチュラルうなぎかば焼きはこちらの価格です。他にも土用の丑の日にぴったりなうなぎのお惣菜もありますよ。身はふっくら、皮は香ばしく焼き上げた鹿児島県産うなぎを使ったトップバリューうな重は、1パック本体価格1980円です。巻き寿司、握り寿司などの味を楽しめるうなぎ尽くしのうなぎ寿司盛り合わせともえは、1パック本体価格980円です。うなぎ飯は、うなぎの旨味を含ませたご飯に錦糸卵やうなぎを彩りよく盛り付けました。1パック本体価格598円です。そしてそんなうなぎにぴったりなのがこちら、トップバリューのプレミアム生ビールです。7月25日にリニューアルして、さらに美味しくなったそうですので、ご紹介しちゃいます。リニューアルしたプレミアム生ビールのうまさの秘密、まず1つ目は製法から。ホップ添加タイミングを遅らせ、ホップの香りと苦みを残すこだわりのヨーロピアンホップ製法に変更しました。そして2つ目はドイツ産ホップ 100% に原料変更。歴史ある名産地ドイツハラタウの希少なホップを使用しています。さらに素材の旨味を引き出すために、原料には麦芽を 100% 使用しています。新しくなったトップバリュープレミアム生ビール、気になりますよね。うなぎと一緒にいただきます。まずはビールから、乾杯。うん、美味しい。香りもとってもいいですね。喉越しも良くて、すごく飲み応えもあります。そしてここにうなぎですね。さあ、うなぎもいただきます。絡んでて美味しい。間違いないですね。うん、合いますね。このうなぎがしっかりと脂があるので、プレミアム生ビールがすっきりとしてくれます。相性抜群です。トップバリュープレミアム生ビールは350ml、本体価格188円、500ml は本体価格248円です。 350ml の6缶入り1パックなら本体価格1058円、 350ml 24缶入り1ケースで本体価格4180円とお買い得です。ここでハッピーインフォメーションです。7月28日と29日はイオンマークのついたカードのクレジット払いで、和音ポイントが基本の10倍になります。
また30日日曜日土用の丑の日はお客様感謝デーを開催します。カードでもスマホ決済でもレジにて 5% オフ。7月30日は土用の丑の日。夏バテしやすいこの時期、うなぎでスタミナをしっかり補給して元気に乗り越えましょう。今日のハッピーイオンはイオンのうなぎをイオンスタイル松本から紹介しました。